はい、これはもういいですね。というので最後ですね。はいあのここもコーヒー協力していただいています。 というので、今度はもうこの三大話のようなものですね。えー、と、自立学習と参照枠とポートフォリオ、まあ、どこでどういうふうに結びついているのかということですね。というので、まずは参照枠と自立学習の関係ですね。それから、えー、と、参照枠とポートフォリオの関係ですね。それから、えー、自立学習とポートフォリオの関係ですね。まあ、この三つがこうスクラムを組んでいるんですね。 はい、今日の話はこういうふうな、えー、内容です。というのであの今度はあのポートフォリオが中心にポートフォリオと事実学習が中心になりますね。はいえー、先ほどちょっと切り口変えましてその外国を習得するための3つのキーワードというのであの、まあ、いろいろ面倒くさいことを考えなくても要するにこの3つを満たせば十分じゃないかと思います。まずはやるる気ですすねそれから勉強する時間 を確保するということで、それで今度は実際に使ってみるんですね。はい、えー、やる気の話は先ほども散々出てきました、えー。時間の話も最初のところでちょっとだけ出てきました。まあ実際の話はあの出てきませんでしたね。今日も実際の話は取り上げませんね。はい、はじめの主に2つが関係をしていますね。まあ,あの。 そもそも思うのですけども、この三つを満たせない限りは、外国は絶対習得は無理。で、三つを満たしていないのに、できないと言ってるのはおかしいと思うんですね。満たしていないんですか、まず満たしてから言うべきことですよね。はい、これは、あの、先ほどよくたのを見てもた、認められ、今度は国が変わりました。 えと大学は割っているんですね主にアジアではどうなのかという日本の地位ですね日本のフランス語学習者の動機付けですこの場合の日本というのはある兄弟の学生だけではありませんこれは北海道大学とそれから最近新しく関西大学の学生の統計も合わせて 合わせたものです。というのは単に兄弟が低いとか高いとかそういう問題ではなくて、あの同じ質問紙を使っている日本の3つの大学でこうなっている結果は結局同じなんですよね。あの外同期付けの変数は変わっているので、今度はあのこれから出てくる自己決定理論によるものなんですね。であの先ほどちょっと違っていてですね、あの途中の内発的同期付けと同一詞的調整というところはあのこれはいいんです。 これはあの高ければ高いほどいいんです。それに対して取り入れ的調整から外的調整無動機のところは低ければ低いほどいいんです。というのであの無動機のところで日本が一番トップになっているのはこれは悪いんです。<laughs> というのであとということなんですよね。だから台湾がトップ台湾が一番いいんです。台湾の学生はやる気すごいあるということなんです。例えばです、ね、あの無動機になる人は少ないということなんですね。 では進めていきますねこれはあの私は松井さんの就の論からこうコピーしたものなんですね、えー、こういうふうにこの動機性けがやっぱり下がっていくこの今度は先ほどとは違って違うあ動機づけ理論での統計なんですね、えー、先ほどと同じ自己決定理論で取ったものなんですけども、えー、やっぱり後期になると下がっていくということですね、はいえー、これもそうですね。 はいまあ、要するに下がるということなんですけれどもどうやって上げるかという話なんですね。でこれで先ほどから出ているこのデッシーとライアンの考えた自己決定理論ですねで,で、まあ、これは事実学習ということと自分が中心になって学習するということと関係をしているんですけれどもそうすると動機づけの維持強化につながるという話なんですね。 はいえー、じゃあ本当にこの事実学習をやると本当に期窟が上がっていくのかという話でもありますね。あとで詳しく言いますね。今度は時間の問題ですよね。まあ、あの私いつも同じ話をしているんですけれどもあの日本の,その大学で初外国語を、えー、ににかれていいる時間非常に少ないんですよねあのこれ2年間やるタイプで180時間です。 一年間しかやらないのは90時間ですこんなもの絶対外国マスターできないです初めから分かっていますそれはもう。うん、じゃあ学習時間を増やせばいいわけですよねもともと少ないんだからどうやって増やすかということですよね時間だけ増やしても先ほどの一番最初の話ですけど時間だけいたずらに多くても本人が学習しなければ何の意味もないわけですよねやる気がなければ学習時間がいかにどれだけ確保されてもいいかないですね はい、ここで先ほどから出ている「三照枠」と「学習ですね三照枠」の中では「自実学習」というのはまとまった記述はほんの5行ぐらいしかないんですよね。でというのとあまりたくさんまとまった記述があるわけではありません。 で三照枠はもともとその先ほどから出ている欧州評議会が出したものですね。で欧州評議会の言語政策というのは先ほどの発表で見ていただきましたようにこういうふうな政策でしたよね。 はい、それでここで、えー、とこの事実学習というのと結びついていくのですけれどもあ要するにあのたくさんの言語を勉強するそれを促進しているわけですねでそのためには、えー、この言語学習教育というのは一生をかけてやるものであるということですね。ことでそれはあの移動することによっても変わるだろうしいろいろこのダイナミックに変わっていくということですね。まあ、要するにその一生をかけて学校だけでやるものではないというふうに考えている。 のですねはい、これがその引用ですね。というのでまあその言語学習は一生の一生ものであるという考え方ですね。で事実学習をするための能力をつける必要、まあ、だからということは学校が終わってから自分で勉強する必要があるわけですから事実学習能力が必要であるという考え方ですね。 はい、それでこの「事実学習」というのがこの、えー、とクローズアップされたのは1989年ですねこれはその欧州評議会が進めている言語学習と民主的市民性のプロジェクトからということですね。はいえー、これがその本のですね。 でこのプロジェクトの取り組みにこの参加をしておられた早くからあ違いますねあのプロジェクトがその、ま、とめ三このプロジェクトは参照枠,、ね、枠としてまとめられるわけですね。でそのナスリー大学の,そのアンリー・オレックという先生ですけれどもこの人は早い段階から欧州評議会の専門委員会のメンバーとして参加をしていたということですね。 でしたがってその三庄枠の事実学習の概念というのは後に事実学習の知識といわれるアンリー・オレックを受け継いだものであるということですね。あのほとんど同じです全く同じじでですす全くものというのでこれはあの3年前でしたかね翔平教授として教団にお招きしたそのアンリー・オレックという人の考えたものということですね。 はいえー、この人の人学習が実に大変なんですね今日はこのそう大変だという話までしませんけれどもまずその理解ですけれども事実学習その自立というのは学習の仕方や形態ではないということですね能力であるですね。ということでそれはどんな能力なのかというのが下に書いてあります。まずは学習目的目的標を明確にするということですね。 これはあの学習者自身がするという意味です。全部学習者自身がするんです。教師が押しするわけではありません。で、学習内容と進度を決めるこれも学習者が決めるんです。何を勉強してどれぐらいの進度でやるかというのも学習者が決めるんです。で、えー、と用いる内容どんな方法で勉強するのか何を使って勉強するのかまあ、コンピューター使ってやるとかそういうことも全部学生が決めるのです。 で習得の仕方ですね、リズムとかどれぐらいの時間かけてやるのかとか、どこでやるかとかですね、まあ、これも学,生学,学習者が決めるのです。でその学習の今度結果ですけれども、それを評価するのも学習者自身です。ということは全部、1から5まで全部学習者がやるのです。 はいこれはあと英語版ですねもとも元はフランス語版なんですけれども英語版でも同じように出ていますので英語版にしました先ほどの日本語が英語になっているだけですはいここでのポイントは先ほどから私が何度も強調していっているように学習者が全部自分で決定するというこのオールというところですねです。 はいそれからもう一つ自立学習に関してですけれどもあ理解するで注意しなきゃいけないことですね自立というのは能力だったんですね形態ではないんですねだからその独立とは違うんだということであの教師のいないところで一人で学習していても教師に与えられた課題をしているのでは自立学習ではないということなんですね、えー、逆もありえるんですねあの教師と一緒に勉強していても自分で選んだ教材をやっているとかいうんだったらそれは自立学習ですね それからもう一つは、事実学習能力は、あのこれは生まれの中に備わっている能力ではないということですね。あるいは成長とともに自然に身につく場合もあるが、多くの場合は特別に教育をしてなしてあげなければならない。もうこれでわかりましたね。あのでは、在学中に何をするかというと、在学中には事実学習能力を身につけてあげるのが、あの在学中の教師の役割なんですね。で、えーえー 学校を出てから自分で勉強する必要があるときにその能力を使って事実学習をするという考え方なんですね。え今度はじ、えー、三手法とポートフォリオですね。えー、ここに出ているのはえっ、ー、と三手法とポートフォリオは欧州以会が 同じ言語この2人が何て言うんですかねコインの裏表というのか双子というのかコヒーになっている関係になっている、まあ、夫婦でもいいんですけどもそういう関係になっているんですね。えー、というので同じその言語政策のもとにあの参照枠も作られていてポートフォリオも作られているということなんですね。 今度はポートフォリオと事実学習ですねこれは三つに分けて考えていますまあここで今今まで言っているポートフォリオというのはこの European Language Portfolio と呼ばれている ELP と呼ばれているものですねこれはこういうようなサイトがあるのでサイトから取ってきてこの ELP の目的と役割が説明されているところですね今からずっと詳しく見ていきます えと要するに目的が2つあったんですけども今 A のところを取り上げてみていただいているのですね、えー、この A のところはペダゴジックファンクションと呼ばれているものですねこれが3つあるんですね the motivation of the learners というのとそれから真ん中ですね、えー、これは「インサイト」でいいんですかねそれからその次が「エンカレ g ジ」というに続いていくところです。それでペダゴジックファンクションの中にこの3つがあるということですね。 はい、その次は B ですねこれはリポーティングファンクションと呼ばれているものですねはい、これもここに分かれていますねこのリポーティングファンクションの方は今回取り上げるわけではありませんねというのでこの2つの働きをしているまあ、少なくともという話でもっと他の働きもあるんですけどこれが ELP の 機能であるということですねそれでペダゴジックファンクションの方に注目をしていきまして、えー、先ほど見ていただいたものまとめですけれども一つは動機付けを強化するためであるということですねはい。その次は事実学習能力を養成するためであるということですねあの先ほどオレック氏の英語版で見ていただいたのでよく似ていますよねオブジェクティブとかそういう単語が出てきますよねそれから副言語副文化経験の促進 ですね、この3つの機能がペダゴジックファンクションですね。でこの実学習能力の方に注目をしていきますねこれは今出てきたのは上に書いてありますけれどもこれは ELP を作る時のガイドラインですね。と書いてありますすよねねガイイドラインです、ね、というのでこういうようなガイドラインに沿って作られているということですね。そこのところにまあちゃんと歌ってあるんですけれども Develop on the Capacity for Independent Language Learning ですね。 えこれも同じことですね。というのでこのポートフォリオというのは ELP というのはいざ to to promote learner autonomy であるということですね。はい、まあこれも同じようなことが書いてあるところですね。はい。 それでですねこの、えー、ELP の中心人物チェアマーになっ,たなっていた人というのはデビッド・リトルというイギリスの人なんですけども、まあ、この人が中心になって作ったものということなんですね。それで今から彼の考え方を見ていきますね。いろいろ彼はたくさん書いているんですけどもそれを動機づけと自立学習の関係のところに限って見ていきます。はい、これはデビッド・リトルの書いたものですね。 と、いうので、successful implementation of learner autonomy is solve the problem of learner motivation とううに書いてありで、しかもその先ほど言っきた自己決定理論のディスイアンライヤーが引用されているということですね。これも同じくデビッドリードルですね。まあ同じようなことですけれども、下のところに出てきました。 はいところがですねあのそのデッシーとライアンの自己決定理論のモチベーションというのと、えー、この事実学習というのを結びつけたのはあのデビッドレイト,リトルのオリジナルではないんですねあのもっと前にデキンソンという人がその二つを結びつけているのです、えー、こちらはずっと早いんですねということなんですね。 はい、というは、まあ、ここのところではいずれにしてもその自己決定理論というその動機づけの理論というものと、えー、事実学習というのを結びつけているということですね。はい、これは先ほど、まあ、今初めてでしたかね。はい えー、この自己決定理論という先ほどは期待価値理論というのを見てもらったんですけどももう一つのその動機づけ理論ですね、えー、自己決定理論とは動機づけを自己決定事実性の程度 degree of self-determination or autonomy によって捉えようとする理論である、えー、動機づけは自己決定の程度に従って階層づけられている、まあ、この理論の特徴というのは一つはその動機づけというものを自立度で測っているということですね 事実していればしているほど動機づけが高いと考えるということなんですねで、しかもその動機づけがこういうふうに階層付けられているということです、えー、全部でこれで5段階に分かれているんですね内発的と動機外発的にまず分かれていて外発的の方がさらに4つに分かれている階層付けられているということは動機づけの強さを測ることができるということなんですね はい、それで先ほど一番最初に見てもらいました私がこっちの方がいいんですよというふうに言ったところなんですけれどもそれは今画面で、えー、と皆さんから向かって右側ですね私先ほど左と右間違ってたから、ね、右側ですね皆さん向かって右側の方ですね。はいえー、こちらのこ,っちこれが、まあ、同期性が高いと見なされる方です。ですね はい、もう一度復習で先ほど言ったオレックスのところと何で結びついているか事実学習というのとそのこの理論と結びついているかというとオレックスの事実学習では決めるのは全部自分で決める要するに学習者が自立しているということですね自分で全部決めるというところですね。それでで自自己己決決定定理論論ととと結びついているといてるうここなんですねのは 資料は簡単に手に入りますねあの、えー、ここカンネギメロン大学ですけれどもここのところの先生のディシートライアン立派なホームページがこの大学のサイトに設置あ置いてありますのでセーフディータメイズのシーオリーというキーワード検索してもらうとすぐに引っかかってきます、えー、ほとんど重要な論文は全部もうそのサイトに上がっていますはい、それで今度は先ほどのポ、えー デビッド・リッドの考えですけれどもポートフォリオによる事実学習能力を要請するとこういうことでしたねあのイーロピアン、えー、ラングジポートフォリオでポートフォリオの一つの機能というのは事実学習能力を要請ということだったのでそれを要請していくとそして事実学習を実施するとということは学生に学習者に任せてやっていくとそうすると自意的になって動機制が強化されると。というのがデビッド・リッドの考え方なんですね。 でもこれって本当かなというところですねはい、というのでポートフォリオは効果があったのかという話ですねこの三つの項目について見てもらいます まずその兄弟のコールクラスといわれるクラスで実施している授業の形態ですね教室でコールをやってそれで教室外でも自分で学習するようになっていますまあ便宜上事実学習と呼んでいるんですけれどもあのオレックスの定義している事実学習とはちょっと違っていますね。はい、それとあの、えっと、ペアになっていて、えっと、外国人実習というのがクラスがペアになっているんですね。 でここで使っている教材はこれだけあってその中の一部にポートフォリオが入っているとこういうことなんですね。教科書は先ほど見ていただいたただものと同じですね使ってます初めから教科書が 4, 部4ページでワンレッスンできているんですけども前半の2ページは教室であって後半の2ページは自分で家でやるようになっています。 それで毎回ワンンレッスススごとととににこのままめテテトトいいいうう小テストをしててくようになっています、はい、その他ですねこの電子媒体があってネット上に教材があります。というのでそのネット教材でもって自分で家で学習をする時はこれを使ってやっていくということなんですね。まあ、教師でも実は同じものを使っているのですけどねあの後半のところは学生が自分で自分の家でアクセスして使っていく。 ということです。これはあの教材のメディアセンターのところに置かせてもらっていますので、あのそこにアクセスしてもらったらあの使えます。えー、というのでい、このキーワードを入れていただければ、ID やパスワードなしで誰でもアクセスできます。えー、ザラグランメラアクティブディフェンスというこのタイトルですね。これがその教材の入り口ですね。こんなふうになっています。で、具体的に教材はこんなふうな感じになっています。ネット教材ですね。 はいこれは学生が補助教材といわれるのをダウンロードしてくるムードルというサイトですねはいこれでいよいよポートフォリオなんですけどそのこの教科書についているポートフォリオなんですねえっ、ー、と二つに分かれていますね毎回まとめテストをやってその後ポートフォリオを作成していくのですけれども1つはその毎回やっているポートフォリオにの、えー ま,まとめテストについての分析を自分でしていくということですね、えー、これで英語で書いてありますけれども自己分析セーフモニタリングとセーフアナライザングとプランニングですね、えー、まあ点がこうだった将来どうすればいいかということを自分で考えていくということですね、えー、もう一つは毎回テーマが変わっていくのですけれどもポートフォリオの二の方ですね、えー、こういうふうなこれは例えばということで、えー、と第二課ではこういうテーマであったということですかね一、えー、課かあ これ,はこれは第三課ですね。第三課ではこういうテーマだったということですね。はい、えっ、ー、と全部で二十課あるんですけれども、二十課のそのポートフォリオ二の方のテーマはこういうふうなテーマになっています、えー。こういうのを学生は自分でこう書いていくということですね。はい。では、 はいそれであのこの一番上のタイトルなんですけれどもポートォリー本当に効果があったのかという多分皆さんここに興味があるでしょうけれどもはい、えー、どんな結果になったのかということですねえー、と黄色い方は京都大学185名ですえー、ブルーの方というのかえー、そちらは北海道大学100名ですはい同じ質問紙を使って調べています授業は同じではありません同じ授業をしているわけではありません同じ教材を使っているわけでもありません。 ですね。で、北大の方はポートフォリオを使っていませんですねで。今見ていただいているのは前期の結果です。後で後期の結果もお見せします。はい。要するにポートフォリオに効果があったかどうかっていうのを見ていくわけですからね。はい。えー、それで太い字になっているのは5点で満点だったと思うんですけども、えー、それの全部の平均が書いてあるんですね。細い字の方は表示偏差が書いてあるんですね。はい。全般的に見ていくとですね、これはあの前期の段階です。 では、京大の方が、まあ、まあ、高いということなんですね。まあ、その差はないんですけれども。どちらかというと、京大の方が、まあ、まあ、高いとい、まあ、あの、有意な差ではないですね。はい、今度は、教材と学習方法、選択能力というところですね。これも、まあ、京大の方が高いという、まあ、まあ、高いということですね。 えこれは評価能力と評価力能力というところですね、えー、これもまあ強大のがまあまあ高いのですかねはいそれで今見ていただいたのは前期の結果ですでは後期どうなったかという比べていますはいえそれでえと紫色になっているところを見ていただければいいわけですけれどもえと前期と後期ですね強、えー、大の方ですけれどもえっと こういうい形になっていますよ、ね、えっ、ー、とまああのポートフォリオをやっていない、えー、北大の方が後期の方が高くなっているしかも優位に高くなっているのが多いということですよね。で京大の方はポートフォリオをやっているけれどもあの北大に比べるとそれほど良くないと。 いうことですね。まあ、むしろ下がっているのもあるということなんですね。はい。という結果なんですね。では、ポットフォールに効果がなかったのかというと、じゃあ、これでない、ないてに結論できるかどうかは。また、別の、問題でもあるとは思うんですけどね。まあ、一応、そのアンケート用紙の結果では、こういうふうになるということですね。はい、今度は動機付けが上がったか、下がったかという問題ですね。 先ほどのデビット・リトルの話を思い出してもらうといいんですけれども、えー、と事実学習能力がつけば、事実的になって、それで動機づけも上がっていくという考えですので、えー、どうなったかのか、ということですね。これも先ほどほぼ同じですね。京大が百四十二名、有効なのが百四十二名ですね、北大が百二名です、はい。これもですね、四月の段階では、京大の方がやっぱり少し高いんですね。 はい、京、えー、大の方が少しだけ高いんです。あ、これは六段階評価になっているんですね。はい、ここからは低い方が点が低い方がいいんです。だからあのまあわずかですけれどもはん、えー、北大の方がいいんです。えー、数値があの小さい方がいいんです。はい。 はい、それでまた先ほどと同じ前期後期の差ですね。という意味でいきますと,、はいえー、とまずは京都大学の方を見ていただきたいんですけれどもあの下がって3のところと非同期のところはこれは数値が小さい方がいいのですね。でも数値が大きくなっているということは同期づけがまあ下がっているということですね後期の方が大きくなっているということはよくない方が大きくなっているという意味ですね。 はい、それに対して北大の方ですけれども、えー、北大の方は上の方ですね内発的動機づけと同一視的これはあの数値が大きい方がいいんですだから後期が大きい方が動機づけが上がっていると見なすことができるのです。のであのこっっちの方は上がっているということとですね、まあ、というのであの北大の方はあ動機づけが上がっているのに対して京都大学の方は下がっているということですね。 はい、それではポートフォリオに意味がなかったのかというと必ずしもそうとは言えないのですねあのこれはポートフォリオ作成の熱心度と動機づけの相関ということなのですけれども、えー、先ほどから何度も申し上げてますように Intristic ととと Identified 書いいいいてあるところはあの数値が高い方が高い方いのですね、えー、それでえと相関関係があるかというのを見ているのですけれども、えー、性の相関がここの2つのところでは出てくる。 熱心な人ほど動機づけは強いとまあ、こういうことです、ね、で逆のそう。逆の負の相関というのもあるので、これはこれでいいのですね。無動機の方もそういう形で相関をしていくということですね。まあ、というので、あのじゃあ熱心度はどうやって測っているかという風にここに書いてありますように。字数で測っているということですね。まあ、たくさん書いた人は熱心に書あるということで、熱心度はそれで測っているということですね。はい、まあ,あの一応こういうことが言えるのですけれども、あのもっと大きな問題は？ デビットリトルが考えていいるるよううに、にポートフォリオでで本当に動機は上が上のかという問題ですね。そんなことはないというのがこれからの話です。はい、というので何が問題なのかということですねまた先ほどの復習ですけれども、まあ、こういう過程だったんですけれどもこれは要するにポートフォリオで同期付けが上がるという考え方なんですよね。 はいえー、それで先ほどの自己決定理論なんですけども自己決定理論では、えー、この動機づけを上げるためにはここに書いてあるように人間が生まれつき持っている3つの心理的欲求ですね、えー、自立性と有能性と関係性これをまあ満たしてあげる必要があるということなんですね。はい、この3つというののは今コンペタンスというのが出てこれは有能さというところですね。<laughs> それから関係性というのが今出てきたリレーティッドです。今から詳しくどういうものか出てきます。はい、えー、この三つを満たしてあげると動機付けは上がるというのがこの動機付け理論の考えですね。えー、この三つの心理的欲求と呼ばれているものを満たせば動機付けは上がっていくという考え方です。あまああの図で示すとこういうことですよね。これを上げれば。 自己決定度も上がっていいくという考え方自己決定度が上がるということはこの,この理論の中では動機付けが上が上るとということなんですねはいそれでということですので、えー、どういうことかというと,、えー、とポートフォーリオをやって、えー、事実学習をやってそれでかつこの3つの思惟的欲求を満たしてあげれば上がるという今度はあの、えー、この辞論のえ 三つの心理的欲求を満たすのが加わったんですね。だったらこうすれば動機付が上がるのかということなんですね。はい、あのここのところの統計はあの今今私が疑問形で言ったところはあれ今はお見せしませんね。あのここはあのここにいる堀君がすでに論文で書いていますね。上がっているか上がるか下がるかというところの話ね。であのここ今からの話は総の話ではないんですね。はい、三つの心理的欲求を満たそうに満たすにはどうすればいいのか。 という話で、はい、はい、これはそのオトミサポートビソーシャルコンテクストと言われているものなんですけれども、えー、今度はこれを考える必要があるということですね。はい、えー、作ればいいということなんですね。この三つの心理的欲求を満たすためには、というので今から具体的に出てきますね。 えと今ピンクの四角が利用移動したところがオートミ・サポーティブ・ソーシャル・コンテクストと呼ばれているものですね。はいえー、というので今は、えー、この「リレーティンドネス」というのが出たのですね。まあ、ここに書いて「中身はどういうものであるか」「リレーティンドネス」の関係性と呼ばれているものの中身はどういうものであるかというのはここに今黄色いマーカーで出てきたところですね。 まあ要するにこれはあの、えー、と学習者を支援してあげる温かく見守ってあげるとか、まあ、そういうことでもありますね。で今度は、えー、コンピタンス、まあ、これは「有能感」ともいうのですけれども、えーとまあ、何か課題を与えて、まあ、その結果あの、えー、有能感を味わわせてあげる例えば、まあ、そういうことですね。 あまり難しい問題を与えると逆ですので逆効果ですのでまあちょうどいい手頃な問題を与えていいのかを味わわせてあげるとかまあ例えばそういうことですね。最後はおとのみですね。おとのみは簡単に言うとその選択をさせてあげるということなんですねこれやりなさいという一つだけ課題を与えるんじゃなくてこれとこれがあるけれども好きなのをやりなさいとかまあ例えばそういうことなんですね。もっと具体的にここのところに出てきましたね。 これ結構分かりりやすすすいいと思うんででねおとのみは3項目で書いてあります、えー、ストラクチャーというとはまコンピュタンスなんですけどもこれは5項目ですねそれから最後のリレイティッネスとか4項目ですね、まああのー、今あの実際に、あのー、教師をしておられる方ですねどこまで自分はこういうことをしているのかもしかしてゼロの方もいらっしゃるかもわからないですよね。 ここういういいいととをしなな限りは付けはけ上がらないとい要するにそういうことなんですね。はい、これはあの、えー、これは、えー、これもこの、えー、去年でしたかね兄弟にお招きした先生ですけれども、えー、その先生これ,はこれは期待価値理論の中で考えている、まあ、いわばソーシャルコンテクストなんですけれども、まあ、結局同じような考え方なんですよね。 はい、それで、えー、とこれはですねあ、まあ、例えば具体的なもうちょっと例なんですけど今ちょっとフランス語で書いてあって申し訳ないんですけれどもこれはシドニー大大学学と京都のの比べたものですあの要するに同期次元の強さと違っているんですね,ですねで。ではどうしてそうなっているのかということですけれども、えー、と京大とシドニー大学を比べています。 でまずその語学学習なんですけども、シドニー大学の方は義務じゃないんですね。でそれに対して教大は義務です。あのフランス語かどれか英語以外の外国語をやらなきゃいけないのは義務です。ですね。それからその次はその学生の交流ですよね。フランスと交流があるかどうかで誰でも行けるかどうかというところですね。で,でシドニー大学は非常に盛んなんです。それに対して教大はそうではない。 ですね。それから、その次は、あ、一マの時間数ですね。えー、と、週二コマで九十分というのが兄弟です。それに対して指導にいただく六十分で三コマです。ですね。ただ、当然、これらは、動機付けに有利に働いていく。ということですね。あの、だから、こういうシステムを兄弟が取ればいい。取れば、動機付けは上がっていく。例えば、まあ、そういうことですよね。 これも今日静岡大学との比較ですね。これはクラスに関係することということですね。クラスサイズです。兄、えー、大まあもうちょっと今はもう少なくなった。これはあの高か不興か少なくなってきたので実効生が少なくなったからクラスサイズも小さくなってきたということですけれども、どまあ残念ながらそうなんですけど、うん、今はもうちょっと数は少ないと思いますね。静岡はだいたい25名以下ということですね。 それからこの教え方ですねこれはやっぱり兄弟の,の先生方結構あるんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、このマジストラルであるとまあ強いて日本語には訳しませんけれどもやっぱりそういうところがあるということですねそれに対してシドニー大学もそれもあるけれども学生が自分ででややるるつもあとということですねそれからその次は学習環境ですね。えー 小児大学の実際にこの先生に会って話をしているんですものすごく学生の,この教育のために時間を割いているんですねいろんな学習の相談に乗るとかですねあのそういうことすごい時間を割いているんです、まあ、我々は違うですね、えー、それから評価、まあ、評価はよく似ているよく似た評価の仕方ですね平常点とそれから期末テストという形で評価してここはよく似ているんです。まあ、というのはじめの3項目どちらが動機づけに有利に働くかは明らかですね。 だからいわゆるここで言っているオトミ・サポートリュィ・ソーシャル・コンテクストというのが非常に彼らのシドニー大学の方があのプ,ラプ,ラスのプラスの要因のものが多いということですよね。はい、というので3つの心理的欲求を満たすにはどうすればいいかという話ですけどもオトミ・サポートリュィ・ソーシャル・コンテクストを作ればいいということになるんですけどこれで実は話は終わらないですね。ままだだだこれだけでではは実は不十分なんです この自己決定理論の中でですねこれは黄色いラインマーカーが引いてあるその後のところはいこれで十分なのかという話ですね。いと,いいというので今度は何でフランス語を勉強するのかという例えば理由づけをしてあげる必要がある。 ということなんですね。まあ、これはラッシュナーという英語が使われているのですけれども、これを教えてあげる必要があるということですね。もうこれで皆さん答え分かりましたね。これがこの理由がないと結び無くかっていうのも分かりましたね。というのです。というので我々はほとんどこういうことはしていないと、あるいはあの全然違った理由付けをしていると思うんですね。将来なんか部下で使えるとかなんかそういう理由付けをしていると思うんですね。はい。えー、それでこれも同じことですね。

一つの例としてできたので先ほどと同じですねこういう目的で兄弟は初修外国をしていますよということですねはい、これも先ほどと同じことになりますはいというので結論ですねこうすればいいこれで終わりです、えー、まずはポートフォーリオを使って だけではなくてそれでオトミ・サポーティブ・ソーシャル・コンテクスを満たしてさらにこの「ラッショナー」ですねこれでもって何で勉強するのかフランス語ならフランス語なんで勉強するのかということを説明してあげる必要があるとこういうことなんですね。はい、以上ですありがとうございました